今度は島根大学はメインスタンドから向かって左から右に攻める形に方向が変わります。島根大学ボールオン自陣42ヤードからのファーストダウン10。さあ中央へのランプレーを投じました。キャリア10番の突破力に期待したいというところでしたが、これを山口東京理科大学69番見事に対応しまして、このランプレーは3ヤードのゲインにとどめております。タックル受けながら仕掛けしゲインしましたのは島根大学10番の村田、新田高校出身の2回生です。仕留めましたのは山口東京理科大学69番のプレイヤーでした。さあ島根大学セカンドダウン7、パス成功、ナイスパスカット。ここで島根大パスによる前進を図りまして、ターゲット30番に投じましたが、このパスを山口東京理科大14番見事に飛び込みましてパスカット、パス不成功としてサードダウンに変えます。見事な対応したのは山口東京理科大学14番の長岡、慶心高校出身の1回生です。さあ島根大サードダウン7の状況です。突破なるでしょうか。ナイスファースター。何枠10番オプションプレーのピッチを受けまして右オープンに展開、相手タックル受けながら見事に攻撃権更新を果たしまして島根大学攻撃継続となります。島根大学ファースター、見事に攻撃権更新を果たしましたのはランニング枠10番の村田、新田高校出身の2回生です。さあ島根大学も反撃に入ってまいりました。相手陣に入りまして相手陣46ヤードからのファースト運転、ナイスヒット。今度も右オープンへのランプレーです。今度は早いタイミングでトスをしまして10番の右オープンへのランプレー、これを山口東京理科大44番がタックルし4ヤードのゲインにとどめております。タックルしましたのは山口東京理科大学44番の素晴らしい対応でした。島根大学セカンドダウン6、今度も左オープンへのランプレー、しかしこれも山口東京理科大対応し始めました。今度は左右に揺さぶる形で展開をしている山口、島根大学ですが、これは、山口、東京理科大学の、8番加納谷がタックルしまして1ヤードのロスにとどめております。さあ島根大学サーダウン5、5ヤード突破を図ります。パス成功、ファースター。ここでパスを投じました島根大学、ワイドレシーバー36番見事にこれをキャッチし攻撃権更新です。島根大学ファースター、見事に攻撃権更新を果たしたレシーバー36番は野本、三田松雲観光出身の2回生です。さあ攻撃権更新を続けます。島根大学ボールオン相手陣32ヤードからのファースター10、パス成功、ナイスパスカット。ここで中央を切れ込んだレシーバーへのパスを投じましたが、これを 山口東京理科大見事にパスカットしましてパス不成功に変えております。ダウンが一つ変わりまして島根大学セカンドダウンに変わります。島根大学セカンドダウン10、さあここで中央へのランプレー、相手の裏を突くように一気に中央突破を図りました。キャリア10番スピードに乗りまして約8ヤードから9ヤードのゲインとしています。見事なスピードあるランプレーを見せましたのはランニング枠10番の村田でした。新田高校出身2回生。島根大学サーダウン残り2ヤード、
ナイスラン、ファースター、ランニングバック10番トスを受けまして右オープンへランプレー、ディフェンスそこにプレッシャーかけてまいりましたが、これを見事にかわしまして攻撃権更新としています。島根大学ファースター、ここはランニングバック10番村田、好調なランによって自分たちの攻撃を有利な状況を作っていっております。さあ相手陣14ヤードに入りまして、島根大学ファーストダウン10。パス成功、タッチダウン。ここでクォーターバック15番一気に奥へ走り込んだ36番にパス、36番ディフェンス振り切り、そのままエンドゾーンでキャッチしてタッチダウン。島根大学6点返す形になりました。見事なタッチダウンパスを投じましたが、クォーターバック15番の松村、取りましたがワイドレシーバー36番の野本でした。ここで島根大学がタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトが取れます。このタイムアウトを取りまして一旦その状況を立て直す形をした模様です。さあタイムアウトを解けまして島根大学トライ4ポイントに入ります。フォーメーション変えましてプレーを行うようです。あえてここで同点を狙う2ポイントコンバージョンに入ります。ここでオプションプレーによりエンドゾーンを狙いましたが、これを山口東京理科大学タックルしまして阻止しました。ギリギリのところで組み止めました。結果このタッチダウンによる得点は6点となりまして、島根大学6点、山口東京理科大学8点という状況になっております。島根大学先ほど失点をした状況を一気に打開するようにタッチダウンを上げる形に至りましたが、しかしトライ4ポイントが結果的に失敗という形になり、まだ並んでいる状況にはないという状況になっております。さあ得点差2点という非常に微妙な状況に現在序盤はなっております。その得点を挙げました島根大学のキックオフで再開という形になります。山口東京理科大学リターンに入りました。リターナー右サイドライン際のコースを選択しまして、これによりハーフウェイ付近まで陣地回復となっています。この位置から山口東京理科大学の攻撃に変わります。さあ得点を奪われた山口東京理科大学、今度は攻撃でその状況を打開図るでしょうか。ボールオンは自陣42ヤードから山口東京理科大学ファーストアンテン。さあトラブルが発生している。攻守交代になりました。山口東京理科大まず最初のプレーでオプションを選択しランニングバックにピッチしました。この時にランニングバックとタイミング合わずボールをファンブル。このボールを抑えた方が攻撃権を得るという状況になりましたが、それを抑えたのは島根大、従いまして攻撃権交代しまして島根大の攻撃に変わります。島根大学相手陣38ヤードからのファーストダウン。さあ島根大まずはランプレーから入りました。ランニングバック10番にハンドオフ、左オフタックル切り上がりまして一気に攻撃権更新です。島根大学ファースター、最初のプレーのランプレーを見事攻撃権更新にしましたのはランニングバック10番の村田です。新田高校出身の2回生。
さあ勢いに乗っていくでしょうか島根大。ボールオン相手陣28ヤードからのファーストアンテン。パス不成功。ここで左サイドイン際を駆け上がった36番へのロングパス。しかしギリギリのところこのパスは山口大学カバーしておりましてパス不成功となっています。島根大学セカンドダウン10に変わります。島根大学セカンドダウン10。これは山口東京理科大ナイスディフェンス。ここでドロープレーを島根大選択しました。ドロープレーはランパスに見せかけたランプレーです。裏をつくようにカウンター気味に中央トップを図りましたがこれは山口東京理科大学対応しまして逆に1ヤードロスに変えております。島根大学サーダン11。この11ヤードの攻防を果たしてどちらに傾くでしょうか。不成功。ここでパスプレーによりトップを図らんというところでしたがそれに対してクォーターバック15番に山口東京理科大素晴らしいプレッシャーをかけましてパス不成功に変えております。島根大学フォースダウンに変わります。さあ島根大学フォースダウンイレブンですがどういう選択にするでしょうか。プレーを敢行します。フォースダウンギャンブル。11ヤード前進とならないと攻撃権失いますがさあ突破はなるでしょうか。パス不成功。ここでパスプレーにより一気にタッチダウンを狙いました。ワイドレシーバー10番にロングパスを投じましたがこのパス大きくそれましてパス不成功となっています。結果的に4回目の攻撃失敗となりましたので攻守交代となります。攻撃権変わりまして山口東京理科大学に攻撃変わります。山口東京理科大思わぬ形でピンチを招いておりましたがしかしなんとかしのぎまして攻撃権を取り返しております。ボールオン自陣30ヤードから山口東京理科大学ファーストダウン10。中央へのランプレー。まずはランニング8番にハンドオフをしまして中央トップを図ります。ここに島根大学ディフェンスライン陣殺到しまして結果的にこのランによるゲインはありません。セカンドダウンに変わります。山口東京理科大学セカンドダウンイレブン。ここでホイッスルです。ここで山口東京理科大学が前半1回目のタイムアウトを取ります。双方ともにプレッシャーをかけつつ相手のミスを引き出しながら状況打開を図らんという展開になっておりますが現時点では双方ともタッチダウンを挙げておりますがトライフォーポイントの成否の違いによりまして2点の差がついている状況になっております。現在は山口東京理科大学が攻撃という状況になっています。さあタイムアウト解けまして試合再開となります。山口東京理科大学自陣29ヤードからセカンドダウンイレブンで試合再開です。パス成功。クォーターバック24番、ワイドレシーバー14番にパスを通しまして約3ヤードのゲインとしています。パスを通じましたクォーターバック24番は朝比奈、佐世保西高校出身3回生。取りましたワイドレシーバー14番は長岡、慶心高校出身1回生です。山口東京理科大学サーダウン8。
さあここランプレーで突破図らんと1番の総力に期待しましたが、これは島根大学カバーしておりましてフォースダウンに変わります。山口東京医科大学フォースダウンイレブン、パントフォーメーションを取ります。さあ島根大リターンに入りますが、これは山口東京理科大カバーしまして、島根大学陣40ヤード付近で攻守交代となります。しかしここでイエローフラッグ反則があったようです。島根大学に反則がありました。オフサイド、ボールが動く前に相手レーンに侵入していたという反則です。この反則によって5ヤード抜体という形になります。先ほどのプレーは無効となりまして、結果的に山口東京理科大5ヤード前進しフォースダウンやり直しとなります。少しでも陣地有利な状況でパントを再度展開する形を選択しました。山口東京理科大学フォースダウン6でパントフォーメーション。このパント高く上がりすぎた結果、島根大学陣40ヤード付近で外へ出ました。この位置で攻守交代という形になります。さあ攻撃権が結果的に変わりまして、島根大学の攻撃です。島根大学自陣41ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック15番右スプリントアウトからワイドレシーバー3番にパスを投じましたが、3番カバーされておりパス不成功となっています。ダウン1つ変わりまして、島根大学セカンドダウンに変わります。セカンドダウン残り10ヤードです。島根大学セカンドダウン10。ナイスラン。ランニングバック10番ハンドオフから右オフタックルを展開しようとし、ディフェンスプレッシャーをかわしながら約8ヤードのゲインとしています。見事なステップワークを披露しましたのは、島根大学10番の村田です。新田高校出身2回生。島根大学サードダウン2。島根大学ファースト、ランニングバック10番トスを受けまして左オープンに展開、そこから縦に切れ上がり攻撃権更新としました。島根大学ファースト、ここは10番の村田が素晴らしい回想を披露し攻撃展開を図っております。島根大学ファーストダウン10。パス成功。ファースト、クォーターバック15番今度は内側に切れ込んできたワイドレシーバーにパスを通しまして攻撃権更新です。島根大学攻撃権更新を継続します。
タッチダウン。ここで島根大学裏に枠10番にトス。10番そこから一気に左オープン駆け上がりまして、エンドゾーン駆け込んでタッチダウン。島根大学タッチダウンを加えまして、ここで6点追加となり12点となっています。そしてキック決まりまして1点追加、島根大学13点、山口東京理科大学8点となっておりますが、ここでホイッスルが吹かれております。リーガルフォーメーション島根大学、ボヤードが対戦してトライをやります。先ほどのプレーの最中に反則がありました。島根大学にイリーガルフォーメーション、不正な体型でキックを行ったという反則がありました。これによりまして先ほどのキックは無効となり、もう一度トライ4ポイントやり直しとなります。トライ4ポイントは5ヤード下がりましてのやり直しとなります。島根大学トライ4ポイント。このキック決まりまして1点追加となります。島根大学13点、山口東京理科大学8点、島根大逆転となりました。前半残り時間40秒となっておりますが、この状況で島根大学状況を逆転する形に成功しております。そのタッチダウンを上げました島根大学のキックオフで再開する形になります。山口東京理科大リターンに入りました。しかしこれは島根大学もカバーよく、山口東京理科大自陣36ヤード付近からの攻撃となります。山口東京理科大学自陣36ヤードからファーストアウト。ここで反則が発生しました。ディレイオブザゲーム、オフェンスチームの反則です。制限時間内にプレーを始めませんでした。5ヤード抜体となります。アメリカンフットボールオフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーをしないと5ヤード抜体となります。山口東京理科大学ファーストダウン15で試合再開です。2ダウン、膝をついてランプレーとしてこのプレーを終了しております。アメリカンフットボールは攻撃チームがボールを持っているチームが膝をついてプレーを終了する、あるいはランで中で倒れて終了する場合はプレーとプレーの間も時計が回り続けます。おそらくはここは山口東京理科大、このまあ時間を消化し前半終了という形を選択する模様です。ここで前半の時間がなくなりました。ここで前半終了です。
前半終了となりまして、島根大学13点、山口東京理科大学8点、島根大学が5点リードする形で前半戦終了となっております。入れ替え戦にふさわしい非常に熱のこもった双方の攻防となっておりますが、得点奪いつつも、しかし現時点では島根大がリードする形となっています。しかしこの状況、これからのこのハーフタイムで双方打開点を見出せる形になってくると思われます。突破口を見出し状況を有利にすることになるのは果たしてどちらとなるでしょうか。